皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、2023年新作アイシャドウブランドごとに少しずつ比較ということでやっていきたいと思います。はい、皆さんお気づきでしょうか、アイシャドウの発売が各ブランドすごいです。ということで今回はブランドごとに比べていく特徴をご紹介していくっていう動画になります。はい、それでは早速スタート。はい、それではですね、まずこちらのアイシャドウ、じゃん、アディクションザアイシャドウに登場するプリズムというシリーズです。こちらはですね、全部で6色今回登場していて、うち1色が限定です。ちなみにこのアディクションはですね、こちらのシリーズともう1個マルチティントっていうタイプも登場するんですが、まとめて全部全色レビューをする予定でいます。こちらのシャドウはですね、一言で言うならば粉飛びしないけどキラキラを楽しみたい方におすすめのアイシャドウです。見ての通り単色アイシャドウなので、価格は抑えて好きな色を選ぶことができるのもいいところです。で、まず質感、ちょっとこれ伝わりにくいんですけれども、パウダーなんだけどちょっとプニッとするようなバームとかクリームでは全くなく、パウダーでありながらしっとりしてるのが特徴です。なのでこんな感じですごくラメ感が綺麗で、ちょっと光沢感のあるようなつるっとしたような光り方をするのに粉飛び全然しないのがポイントです。で、私の一押しは今お見せした 003PR という、あのゴールドっぽいようななんかピーチ感のあるカラーなんですけど、ただキラキララメ感が綺麗なだけではなく、この入っているきらめきのあるパールが角度によってちょっと見え方変わるようになってるんですよ。なのでアディクションの中でも今までになかったような質感だし、他のデパコスブランドを探したとしてもあまりないような本当に新しいタイプのアイシャドウです。では塗ってみますね。まぶたに塗るとその色の差がちょっと分かりやすくなるんですけど、はい、こんな感じでイエローっぽさあるけど、角度によって若干この赤っぽいピンクっぽい感じが伝わりますかね。肉眼だと結構わかるんですけど、顔の向きだったりとか見る角度によって色が変化して見えるのが何より特徴です。はい、少し離れるとこんな感じになっています。イメージとしてはベーシックよりかはちょっと遊び心のあるようなパンチが効いたアイシャドウになっているので、本当にまあ冒頭に言ったようにキラキラしたものがお好きな方、ラメ飛びしたくない方、単色でもまあ土台にしてもいいので、そういった普段のメイクにプラスワンで使えるようなシャドウを探している方におすすめです。あとはですね、カラー展開が6色っていう風に言ったんですけど、イエベ、ブルベどちらにも偏りすぎていないので、幅広い方にとっての気に入りのカラーが見つかりやすいかなとも思いました。はい、これはまた全色レビューするので、よかったらそちらもご覧ください。はい、続いてのアイシャドウはこちら。これも激震が走りましたが、私にはコスメデコルテアイグロウジェムがなんとリニューアルして全部変わりました。5年ぐらい前からコスメを好きだっていう方からすると本当激震じゃないでしょうか。今回私が一色おすすめしたいのはツヤタイプの方なんですけど、マットタイプと合わせて全部で30色カラーが登場しています。一言で言うのであれば、上品なツヤが出るアイシャドウ欲しい方、パサつきのないしっとりとしたテクスチャー、どちらかというとベーシックデイリーでめちゃめちゃ使えるカラーが揃ってます。アイグロウジェムをご存知の方はもう知っていると思うんですが、これこそ本当にプニッとしているんですね。押すとしっかりと跡がつくくらい、かなりしっとりとしたテクスチャーをしています。アディクションって結構広げた後サラッとするんですけど、コスメデコルテはベタベタはしないけど比較的しっとり感が続くようなタイプのシャドウになっています。カラーによるんですけど、パールっていうよりはこのツヤって感じなんですよ。めちゃめちゃ上品です。私が一つ推しに選んだこの 12G というカラーは、見ていただいた通りちょっとピンク感含んだベージュ系で、単色でも可愛いし、何かのベースに使ってもすごく映えます。先にざっとカラー展開見ていただくとこんな感じになっていて、パッと見の印象でも結構ベーシックなの伝わりますかね。もちろんちょっと遊び心のある色もあるんですけれども、肌に溶け込むような色が多いので、デイリーで使えるけど自分にぴったりの色みたいなのがすごく見つけやすいと思います。 12G をちょっと一旦塗ってみます。
はい、こんな感じです。色自体がすごくこうパキッとついたわけではないんですけど、なんとなく目元にちょっと潤みが足されたような感じが伝わりますかね。もちろんもっとしっかり発色するカラーがあるので合わせてもいいし、そっちを使ってもいいんですけど、結構この12番は何にでも合わせやすいなと思って全色使ったんですけど、手に取る機会がすごく多いですね。あまり変わっていないように見えて、まぶたのくすみが取れてちょっと艶やかに仕上がってくれます。とっても綺麗です。既存のアイグロウジェムと比べてリニューアルしたところはあるんですけど、使用感自体がそんなに大きく変わってしまったっていうわけではないので、もともと好きな方にもとってもおすすめできます。はい、そしたら次がこちら、スックのリクイドラスターアイズでございます。今回紹介する中では唯一のリキッドタイプです。発色は比較的シアーな感じで、パールのきらめき感楽しみたい方におすすめです。なのでコスメデコルテよりはちょっと華やかなキラッとした感じが出るし、でもアディクションみたいに変更感のある感じの光り方とはまた少し違っています。少し変わってるなと思ったのが、まずこうやって乗せた時はそんなにキラキラも強くないし、色も薄いし、あと何よりテクスチャーがめちゃめちゃ水っぽいんですよ。かなり薄くて、もう伸ばすと本当にこう消えてってしまうぐらいの薄さなんですね。なので色がどういう風につくのかなと思ったんですけど、なんかチップの反対側とかを使うとちょっとまたラメがしっかりと乗ってきて、若干その見え方が変わるように思いました。塗っていってしまいますね。こんな感じで結構キラッとさせるのか、こっち側でつけるとちょっとこうキラッと感が少なめになる感じです。なんか中間くらいの印象で広げていきます。水っぽいんですけど、こう皮膚には結構ピタッと吸い付くので、しっかりこうラメとかがフィットする感じはあります。はい、こんな感じです。色がめちゃくちゃ可愛いですよね。もちろんこの仕上がりでもいいし、上からブラウンで少し落ち着かせたりもいいなと思ったんですけど、このなめ感伝わりますかね。結構わかるんですけど、でもなんかすっごいギラギラなほどではないんですよね。きらめくけど上品さも残るような、そんな仕上がりになります。発色の仕方としては結構シアーです。透ける感じがあります。だからこそこういったちょっと黄色っぽいかなりパンチの効いた色でもつけてるからこそ使いやすいみたいなのは結構感じました。カラーは定番色が5色と限定が2色で全部で7個出ています。これくらい透け感ある色だったらグレーとかも多分かなり挑戦しやすいし、普段使わない色もぜひねチャレンジしてみてほしいです。はい、ということでここからはまた大本命のパレット系入っていきます。本当にめちゃくちゃ多いんですよ、発売が。順番に見ていきます。まず一つ目がこちら、セルボークバティックアイパレットに新色3つ登場します。私のおすすめは今お見せしたこの9番タイムレスキャメルという色で、すでに動画でも紹介はしています。このパレットもそうですし、他の2色もそうなんですけど、セルボークの今回のパレットはベーシックな感じがありつつ、使ってみるとただ無難なだけじゃない、ちょっとこうモードで洗練されたかっこいい感じになれるパレットが出てます。例えばこのアイシャドウも何となくこの辺ってオレンジブラウンのような感じで使いやすいんですけど、ちょっとこういうグレージュが入っていたりとか、締め色が結構濃いめだったりとか、キリッとしたかっこよさも出せるみたいな、そんなパレットです。使いやすいけど無難なのは嫌だとか、可愛いじゃなくてかっこいい感じになりたいっていう方にすごくおすすめのアイシャドウです。あとセルボーカーこな質もとっても良くて、あのしっとりしてるわけではないんですけど、全くパサッとしないような肌に吸い付くようなこな質をしています。今回のこの4色は全体的にマットな感じになっていますね。まず右上のオレンジの部分をしっかりとまぶたにのせて色をつけていきます。それを左下のちょっとグレージュでふわーっとかぶせて、ちょっと色をね変えていきます。ちょっと濃くしすぎてしまったら、左上のベージュでこの外側ぼかしてなじませていきます。下まぶたはオレンジにグレージュを少し混ぜて目尻から、右下の締め色はちょっとだけ目尻側の際に入れて完成です。はい、こんな感じで使う色にもよりますが、結構濃い感じのしっかりメイクした少しかっこよさもある仕上がりになります。なかなかグレージュっていうのが私難しくて、ちょっとくすみすぎちゃったりするんですけど、オレンジが一緒に入ってくれてるので一緒に使ってあげるとすごいいい感じにかっこよくなれるんですよ。あんまりかっこいいシャドウでしっくりくること少なかったんですけど、そのねイメージを変えてくれたパレットなので、やっぱり秋だしちょっとこう大人っぽい雰囲気に挑戦したい
けど似合わないんじゃないかって思ってる方とかにもすごくおすすめしたいパレットになってます。見ていただいた通り質感はすごくおとなしくてキラッとした感じはないので、逆に言うといろんなシーンで使いやすいし、ただまあ少しキラキラしたのがお好きな方からすると物足りないかもしれません。はい、それでは次、これはまたもうパケ買いしたくなります。こちらジルスチュアートブルームクチュールアイズジュエルドブーケです。気づいた方もいるかもしれません、これなんか似たシャドウあるよねっていうことなんですけれども、本当にパッケージ同じでブルームクチュールアイズっていうシリーズがもともとジルにはありました。今回私もこのジュエルドブーケっていうのが発売されるって知った時に何が違うんだろうって思ったんですけど、結論結構違います。とりあえず中見せますと、これは代表で私の推し3番です。例えば今これがもともとあったものの19番っていうカラーなので比べてみてもなんかちょっとデザインも違うのが多分伝わると思います。最初に簡単にお伝えすると、既存のものは透明感、透け感、ナチュラルだけどカラーメイクみたいな感じで、今回出る方はきらめき感アップしている、発色も結構いいで、カラーメイク感楽しめるっていう少しまた華やかになった感じのタイプが登場しました。なのでまたちょっとね違うアイテムかなっていうのもあるし、使い方もまた違っていて、既存のものってこの真ん中のお花の部分がベースカラーだったんですけど、今回はベースがこれになっていて真ん中はラメっぽい質感になっていたりとか、そういった点でも違いがあります。なのでどんな方にお勧めしたいかっていうと、まずまあ見た目のこの可愛さ惹かれた方は本当に他にはない部分なので、それで買っちゃうのもいいと思います。発色重視、ラメ感重視の方、あとはデイリーよりはやっぱりちょっとこう遊び心があるカラーっぽさしっかり出るものを探している方、くすみ感とかはあんまりないので本当に華やかさみたいなのを楽しみたい方におすすめです。今回は代表で私のおすすめの3番をご紹介していきます。真ん中の部分だけ今ここに出していて、ちょっとキラッと感が強いんですけど、後の部分はパールが程よく入っているのでやっぱりこれもギラッとする感じはないですね。では一番左のベースの部分を指でまぶたに広げていきます。ここはあのクリームとかでもなく密着しやすいパウダーっていう感じの質感をしています。くすみを少し飛ばしてくれました。上にあるオレンジをこの目頭の方に使っていきます。すごくこうクリアな感じの濁らない発色の仕方をしてくれます。では右側のピンク色をこっちの目尻の方に塗っていきます。下にあるブラウンちょっとふわっと全体に重ねちゃってもいいかもしれない。最後はまぶたの上にここの真ん中のキラキラを足して下まぶたにもそのままいっちゃいます。はい、仕上がりました。いかがでしょうか。パッケージがなくてもこの仕上がりだけでジルのシャドウだなってわかるくらいにすごいこう華やかで明るくて可愛いって感じになりますよね。ちょっと明るい気分になれるようなアイシャドウだなと思います。この3番に関して言うのであれば、オレンジは入っているんですけどやっぱりベースがピンク色なので重ねていっても結構こうピンクっぽい仕上がりになります。でもそのピンク色がなんか白く浮いたりとかちょっと変に浮いたりせずに馴染みやすいピンクだなと思いました。もちろんこれ塗り方で変えてもいいし、結局全部で5色入っていることになるので振り幅が広いというか、最後に使ったラメも使わなくても良かったりするので気分でいろいろと変えられるのもすごくいいところになってます。ジュエルドブーケのカラー展開は全部で6色登場するんですが、そのうちの1色6番が限定色になってます。これも本当にイエベブルベ偏りなく全体的にカラーあるなっていう印象でした。はい、そしたら次がこちら RMK のシンクロマティックアイシャドウパレットです。こちらはですね4色定番で登場するんですが、限定色が2色で全部で一旦6色出ます。このアイシャドウパレットは本当にいろんな使い方ができるっていうのがまず一つなんですけど、中でも特徴的なのがスモーキーアイを作ることができます。でもこの代表で今お見せしている3番とかそんなにスモーキーさないですよね。これ1色ずつ別の場所に塗るというよりは重ねて使うことによってまた1色の新しい色みたいなのを作り出して、それがなんかカラーも取り入れたくすみのある目元になってくれるんですよ。もちろんベーシックな感じでこの見た目通りの使いやすい仕上げ方もできる。でも今までいなかったようなちょっとくすみのある、でもくすみすぎてるわけじゃないみたいな感じの仕上がりにもできる、本当にいろんな使い方ができるパレットです。4色のまとまりというか統一感もあるので、例えば淡い色からグラデーションを作るみたいな塗り方をしてもすごく綺麗に仕上がります。どこから塗ってもいいっていうのもポイントなので、右下のちょっとキラキラのところから私は塗っていきたいと思います。そしたらまた左の下の色を取って、これを同じ範囲に重ねちゃうんです。
ちょっと透け感があるので、色自体に濁る感じにはならないんですよね。綺麗に重なってくれます。右上のマットを重ねます。また同じ範囲に重ねています。最後に左上を重ねたら完成です。ほんと簡単ですよね。同じとこに塗ればいいので、ここもねいいですよね、手軽で。はい、そうするとこんな感じです。今回は4色全部重ねてますが、もちろん2色だけ3色だけっていう重ね方もいいし、重ねる順番によっても印象が変わるので、ただ使い方がねちょっと特徴的なので面白いなと思いました。はい、全部使うとやっぱりやや濃いめな感じ、しっかりメイクな印象にはなりますが、今までなんかスモーキーな目元ってこんなに馴染まなかったというか、それこそちょっとくすんでしまって難しい印象があったんですけど、それが本当になかったので、またなんか新たな道が開けた感じがするというか、あとは使い方も本当に幅広く多分使えるので、コスメが好きな方からしたらめちゃめちゃ楽しいアイシャドウだろうなっていうのを思っています。なのでまとめると、ベーシックにも使えるけど、ちょっと上級者な使い方もできる、ナチュラルな仕上がりもいけるし、今みたいなちょっとモードな雰囲気にもできちゃうみたいな万能幅広アイシャドウパレットだと思いました。はい、それでは次がこちら、じゃん、エトボスのミネラルクラッシーシャドウです。なんとエトボスもリニューアルしたんです、このアイシャドウが。これはですね、もう他と圧倒的に違うポイントとしては、石鹸で落とせるっていうところです。でしかもポイントは石鹸で落とせるだけじゃなく、それが前提にあって色だったり発色だったり他のコスメと全く負けていない、すごく可愛いっていうところがポイントになっています。で4色登場していて、正直全部可愛いからこれっていう1色が決められなかったんですね。なので今回はちょっとあえてあまり選ばない方の色を選んでみました。あとですね、エトボスに関してもこちらは全色レビューの予定があるので、もしよかったらご覧ください。カラーがですね、手に出すとこんな感じです。こういったパール質感だったりとか、ほんのりパールと、あとマットも入っているので、いろんな質感が楽しめます。あとこれ見ての通り、ちょっとグレイッシュな感じの、まあ、ベージュカラーなんですよ。こういう色ってちょっとこうサイドが低すぎてくすんで見えてしまったりとかっていうことが私は結構あるんですけど、このグレイッシュさはまぶたに塗るとすごく自然な発色になってくれるので、例えばイエベさんでこういったカラーにちょっと抵抗がある方、私みたいな方にもぜひトライしてほしいです。まずは右下のカラーを使います。結構で色がしっかりと出るんですよ。石鹸落ちコスメってそのあたりがどうなのって思うかもしれないんですけど、すごく発色もいいし、質感もクオリティがめちゃめちゃ高いです。あとデパコスアイシャドウと比べた時にちょっとねお休めっていうのもいいところですよね。はい、左下のカラーを上から重ねます。下まぶたも左下を塗ります。そして左上のカラーをちょっとアクセントにします。最後右上のカラーは少しこう締め色っぽくね使っていきます。はい、塗れました。こんな感じです。いつも私が好きって言って使っているような温かい感じのブラウンではないと思うんですけど、これはこれで肌にも馴染んでいるし、すごくねいい感じの仕上がりだと思います。発色はいいので、離れてみてもしっかりメイクした感じは出るし、カラーメイクっぽさはないので、この色に関しては結構こうオフィスだったりとかベーシックなシーンでも使いやすいです。他のカラーは比較的ピンク系とかちょっとオレンジとかイエローとかカラーっぽさが出てくるので、そこはその品番によるんですけど、でもパレットで見たままの印象が結構目元にズバッと現れるので、本当に見たままギャップなく使えるパレットでもあると思います。やっぱり魅力としてはミネラルコスメで石鹸でオフすることができて、それなのに質感も色も可愛くて、でもちょっと届きやすいお値段でもあってっていうところになるので、気になる方はぜひこちらもおすすめです。はい、お次のアイシャドウはちょっと値段が上がります。こちらイブサンローランクチュールミニクラッチです。すでに全色レビューしているので、よかったらそちらもご覧ください。これは私が一押しで選んだ500番のカラーです。まずね、見た目がすっごく豪華で、このキルティングみたいなカバンみたいなデザインと、しっかりロゴも高級感があってっていうパレットになっています。その見た目の良さも魅力になっているし、高級感がすごくあるし、このアイシャドウ自体は結構キラキラ、ラメ感が綺麗に出るので、華やかな仕上がりがお好きな方にすごくおすすめです。グリッターではないんですけど、繊細なきらめき、ぎっしりし
したきらめきが結構しっかりとまぶたの上に現れます。はい、手に出しました。こんな感じです。このキラキラがめっちゃ綺麗だし質感がいいんですよ。ツルツルっとした伸びのいいでもキラッとする質感になってます。ピンク系は馴染みやすいピンク系ですね。こちらはでは使っていきます。まずは右上のキラキラのピンク色のところから塗ります。色も可愛いんですけど、なんか色は特にこの500番とかに関してはすごく個性的な配色ってわけではなく結構使いやすくピンク系で、ただこのキラキラ感がまたこのアイシャドウの唯一無二感をすごく出してくれています。右下のちょっとマットなピンクを重ねます。左上のちょっと白いラメをまたここの上に散らします。ラメ、マットラメで挟んでいますね今。あー可愛い色。左下のちょっと濃いピンク系でまた目尻に少し色を足して上にグラデーションになるようにちょっと広範囲に広げていきます。下まぶたは左下のピンク系を入れて右上のラメでちょっとこの中間あたりからキラキラを足して完成です。はい、仕上がりました。こんな感じです。また前とは違う塗り方にしてみたんですけどめっちゃ可愛くないですかこの仕上がり。もっとパキッとした感じではっきりと発色もさせられるんですけど意外とこんな感じで柔らかいニュアンスに仕上げることもできます。キラキラがね、わかりますかね、もっとキラキラにもできるんですけど結構でも今も細かくキランキランしてる感じが多分伝わると思います。まあ、冒頭でも言った通りにこのパッケージに惹かれる方だったりとかちょっと華やかキラキラアイシャドウを探している方にすごくおすすめしたいです。はい、それでは最後、これもめちゃくちゃ今話題になっていますがこちらクレドポーボーテのオンブルクルールクアドリです。クレドポーのアイシャドウがかなり久しぶりにリニューアルして登場したんですね。でお値段がですねケースと合わせて買うと1万円ぐらいになっちゃうんですけどリフィルだけだと6300円です。どうなってるかっていうとこんな感じでここが簡単に取り外れるようになってます。このアイシャドウはちょっと前色はまだ使っていないんですけど今のところ上品なツヤ感、滑らかな質感、濃すぎる良すぎる発色じゃなくって本当にちょうどよく発色してくれる色の出方だったり本当欠点なしアイシャドウパレットっていう感じがします。カラー展開が12色出ているんですけど結構ですね遊び心あるカラーからベーシックに使いやすいカラーまでぶわーっと幅広く揃っているので好きなパレットが見つかりやすいかなとも思っています。特徴になっているのが全色共通でここの部分なんですけど色は違うにしてもここがちょっとあのアイシャドウベースのような感じで使える部分になっています。上から他のカラーを重ねていった時のツヤ感がこのベースのおかげでめちゃめちゃ綺麗に出てくれるのでここあるかないかで本当に結構仕上がりがね変わってきます。私が今一番よく使っているカラーが7番なのでちょっとそれでまず見ていきますね。はい、手に出すとこんな感じになります。なんかラメとかキラキラ際立つわけじゃないんだけど艶やかな感じが伝わりますかね。肌にも吸い付くような質感でとっても塗りやすいです。塗り方はいろいろなんですけどそのベースはまず先に塗った方が絶対に綺麗です。なので塗っていきます。他の色もねちょっと全部また使ってみたいなとは思っているんですけどひとまずのお気に入りがこの7番です。左上のピンクっぽいカラーを重ねます。わかりますかね、なんかラメとかがそんな入ってるわけじゃないのにすっごい綺麗な光沢感が生まれるんですよ。このベースとこの色のなんか混じり合う感じで右上のブラウン系も少し狭めの範囲に重ねます。あとこのアイシャドウは他の動画でこっそりとつけていた時があるんですけど結構ねどこのアイシャドウかって全く触れてないのに質問をいただいたりとか、まあ、夜までもちろんこの綺麗な状態が右下のとこ塗ります。あの続いてくれたりとかすごくなんか派手に例えばめっちゃキラキラするとか特徴があるわけじゃないんですけど悪いとこが本当になさすぎて使用頻度が高いパレットです。下まぶたはピンクの左上のところをふわっと入れておきます。はい、仕上がりました。こんな感じです。なんか改めて思ったのはまぶたへの溶け込みがすごいです。色も溶け込んで肌と一体化しているし質感も粉が浮く感じがなくって本当にこう馴染んでいるというかなんか自分の顔と一体感が出るシャドウだなと思います。あんまりキラキラすぎるのもな、でも大人しすぎる発色もちょっと物足りないなっていう方とかは結構気に入っていただけそうな感じがするしツヤもすごく綺麗に出るしお値段はするんですけど結構初心者さんとかでもデパコスデビューとかでも挑戦しやすいようなそんなパレットだと思います。はい、ということで紹介したい最近の新作で出るアイシャドウバーッと特徴をご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。まあ全部いいんですけれどもね皆さんの何か希望に合うものだったりあと
とはこれ買おうと決めてたけど、じゃあ違うタイプどれなんだろうなみたいな感じでご参考になれば嬉しいです。またもしこのブランドは全色どうしても見てみたいっていうものがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。